よしと。よいしょもう座るときによいしょとかさ、あーって声出すようになったらもう終わりだよね。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。というわけで今日はちょっとまたね、アングルをいつもと変えて、眩しい眩しい、ここじゃねえよ、バカ野郎、ハゲ出たいじりすぎだよ。そんなハゲてねえからね自分で振っといてなんなんだって話なんですけどね。眩しいからちょっと昼間に珍しく動画を撮っておりまして、実験的にやってます。ちょっといつもと絵変わりしたらいいななんて思ってね。なんか YouTube で動画出すようになってからというものね、やっぱりね、こうアングルってどうしようかなってすごい悩んだりするもんですよ。でね、やっぱりこれだっていうアングルはねないんですよね。なんかどっか気に食わないんですよね。まあ限られたスペースでやるとなるとか、そういうのもあるのかもしれませんけども、まあ、そんな話は置いといて、いや、そんな話は置いといてっていうか、まあ今日はね、そんな話をダラダラとする動画になると思います、ね。一応ここ最近で購入してきたものみたいなものを皆さんにね、ちょっとお見せします。雑談動画みたいな感じなんで、あんまり期待しないでください。で、今さ、そのアングルの話したじゃん、ね、カメラ買ってきました。カメラ、YouTuber 大好き GoPro 俺も買ってきた、とうとう買ってきたね。 GoPro、 皆さん GoPro で聞いたことありますよね。ご存知ない方のために、簡単に説明しますと、ウェアラブルアクティブカメラちょっと待って、 GoPro って一言で説明するの何なん？ちょ、偉そうに言っといて分からんかったわ。 GoPro って何なんでしょうね。あ、アクションカメラということでいいですよね。なんかその小型な小さいカメラなんで、いろんなとこにね持って行って、いろんなこうアクティブな映像を撮れるみたいな、そんなカメラとなっております。ちょっと待って、これ今俺ね喋りながら開けようと思ったんだけど、もう開け方全然分かんない。あ、え終了だわこれググってやるか、こうなったらね。 GoPro 開け方これ、ね、あるよ、 GoPro 箱開け方って。結構みんな分かってないんじゃない。わあ、へえ、下にねペリペリがあるんだわ。なんかこれね、保証書みたいなのを貼っ付けてある、品番が貼ってあるから開ける場所が見えなかっただけで、ちょっと待ってね、これ一回外して一応見えないようにしといた方がいいのかな。これはここあるじゃん、ここ、これをさあー開封、こういうことですよ。知ってたし知ってたし、全然なめんなよいや、これ分からったわ。いやー、何、 Google 先生ありがとう。あー、こういう感じでね、バーンって商品ごと下がってきました。これだよ、これ。どうやって外すね、またこれちょ待って、これどうやって外すね、またこれ。あ、取れた取れた。 GoPro、説明書ねえのかよあ、あるじゃん、説明書あるじゃん。いや、もっと細かく説明してくれ、わかんないでしょ、おじさんには。あー、なんかアプリがあるんだね、アプリを取って、みたいな、そんな感じだね。なんだこれこれ多分開けるんだと思うんだよね。一つ一つが全然わからん。なるほど。あー、いや、ここ、これ、ここ開けんの、わからない、やり方が。ね、ここ矢印書いてある、これ押すのかなと思って。一生懸命押したよね。全然違ったよね。普通になんかこう上に。あれ、どうやった、グッと、グッと上げたら、なんかこう上がったわ。で、パカリンチョして、カメラが、よいしょ、出てきたんだね。そしてマイクロ SD と、電池を入れるのか。電池は電池で充電せなダメでしょうね。で、 GoPro 用にマイクロ SD も買ってきた。いや、マイクロ SD さ、ニゴロとか買おうとしたらめちゃくちゃ高いね。ね、3万4万とか普通にしてくるじゃん、あいつらね。32ギガで一回我慢してよ、ね、大した使わないかもしれないしね、言っても。電池もマイクロ SD も入ったので、電源を入れてみる。おあ、なんか設定入ったね。ちょっとアプリインストールするかー
めっちゃ泣いてるな猫、なんかわかんないけど。なんだってさ、騒がしいんだから。え、な、ですね、というわけで今ですね、 GoPro は充電中です。いや、これ動画やりながらさ、なんかちょっといじれたら、あわよくばね、 GoPro で撮影したものを今回の動画に差し込めたらいいなと思う。これ本当に充電できてんのかな。してるっぽいな、してるっぽいな。はい、というわけでね、なんか差し込めたらいいなと思ったんですけれども、ちょっと残念ながら充電がないんでできないというところですね。まあ、そんなわけでね、 GoPro 買って、マイクロ SD 買って、で GoPro だけじゃね撮影できないからね、こういうのも購入しましたね。こうやって持って簡単に撮影できる、まあ三脚にもなるのかなね。うわー、 GoPro にはこういう、そのなんだろう、アタッチメントがすごい豊富にあるから、まあこれ以外にもいろいろなんか購入してね、うまくやれたらいいかなとちょっと思ってるんですけれども、それはそれで次回以降という形になりそうです。でね、はい、じゃあ今日はこれで終わりっていうのもちょっと寂しいんで、これ先日ね、札幌ドームで行われていた札幌モノビレッジっていうところにね行ってきたんですよね。北海道最大のハンドメイドフェスティバルということで、まあハンドメイドといえばですね、あのセンスのいい人たちやいいものたちがすごい集まるっていうね、そういうなんだろう感じになっているので、ちょっとすごい興味津々だったので、ちょ行ってきましたということでね、買ってきたものがいくつかあるのでお見せいたしましょう。まずはこれこれちょっと待って、カッパ見えねえな。はい、じゃーん、これなんだと思います。これね、和菓子食べるのもったいないんだけど可愛くてね、これハンドメイドの一個一個一つ一つ作ってんだろうね、すげえ丁寧に作ってんじゃんと思って買っちゃいましたね。これね、なんだっけな、なんていうところだっけな、つくしまきたって読むのかな、つくしまきたさん、小樽にある、南小樽にある和菓子屋さんなんでしょうかね、まあ、衝動買いですよ。和菓子が好きっていうわけではないんだけれどもねまあちょっとね、見た目に良かったんで買っちゃったなと。でね、あとはね、これはいいよ、これはすごい良かった、これ非常に洒落てる。はいこれ何か分かります、これ、これいや、ブローチだそうでして、普通にね、この後ろにピンがついてて、まあなんかこういうとこに止められたりするんだよね。まあ変な話、これをこうやってつけたりはしないよつけたりはしないんだけど、なんかね、フレームに入れてこれごと飾るみたいな、そういうことができてしまうんだよね。これはね、シッカっていうね、ハンドメイドでこれも作ってるってことだよね。すごいよね、これめちゃくちゃ可愛くないね。1500円ぐらいかな、1個。まあデザインによってちょっと値段が違ったりするんですけど、1500、600円ぐらいだったような気がします。こういうのはまあ飾っても楽しいし、なんか人にあげたりしてもいいですよね。まああげるものとしても、まあ、値段もべらぼうに高いわけじゃないですし、もらって困るかどうかって言われたらちょっと微妙かもしれないけど、なんかパッと見てやっぱりね、なんかこう可愛い感じのものなんで、まあいいのかなと思って買いました。いや、ちょっと前半でさ、GoPro 開けるのにもう悪戦苦闘したのと、ちょっとチャーチルがニャンニャンうるさいからなだめるのに、疲れてたのと、あとこのアングル思ってた以上に疲れるね。ここにあるものこうやってさ、立っていちいち見せなきゃいけないんだよ。結構しんどいな結構しんどいな。ちょっと休ませて、ああ生き返るわ。でね、次にね、まだ買ってきたものがあります。それはこれプリンですプリン、いやさっきね、和菓子出したじゃん。あれ何買ってきたけど今動画で食べないんですかっていう話になるかもしれないけど、あんなもったいないもん食べられるかっていう話もあるだけどこのプリンならね、食べてもいいんじゃないかって気がする。これはね、養鶏場の卵を使ったとろふわプリンだそうです。まあそう、もうこのね、こういう瓶に入れてる時点でもううまそうなプリンじゃないですか。これはね、食べさせていただきます。いいじゃない、甘いものを食べて、エネルギーを補給いたしましょうというところですね。開けない開かないんじゃん。なんなん今日さ、なんかずいぶん開かないもの多くない？なんかどうやって開け、開いたわよかった。いや最近さ、おかげさまで YouTube のね、チャンネルの方も非常にですね、
ご好評いただいておりまして、視聴数も、登録者数もね、増えていってます。まあ、それというのも、すべてはゲームのおかげだな。ゲームの話して、ゲームが気になる人が見に来てくれてる。ね。なのに、今日という今日は、おじさんがプリンを食べる動画だよ、これね。たまにはこういうこともさせてくれと。あ、なんかね、うまっ、さっぱりって感じ。いや、さっぱりっていう言い方もちょっと変なんだけど、甘みが強すぎるわけではない。だけどめちゃくちゃ柔らかい。そのなんだろう、プリンってさ、プルン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 じゃない、弾力あるじゃない、プルン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 っつってね。でこれね、トゥルットゥル、カスタードクリームに近い感覚ある。昔プリンといえばプッチンプリンぐらいしか食ったことなかったけど、世の中にはいろんなプリンがあるからね。ちょっとした瓶に入ってるっていうのがね、食べにくいよね。食べにくいんだけど、瓶に入ってると美味しいプリンなんじゃないかって思ってしまう。だってこうやってやったらさ、プッチンプリンみたいにプルプルンって出せないじゃないね。出す気はないってことね。うん、そんなに言ってたらもう終わりですよ。ね。うますぎて一瞬で終わっちゃうね、これね。これいくらしたっけな、これね。値段は忘れました。だから本当は、ね、今みたいな、今買ってきたようなものをね、一生懸命俺こうやってやるんじゃなくてさ、GoPro を使って簡単に撮れるんじゃないか、そういうのも思ってた。今充電中だからまあ仕方ないよねっていう話なんだよね。で、ちょっと最後にね、もう一個買ったものがあるんだよ。これはね、別にあの、そのモノビエッジで買ったわけじゃないんだ。これ全然関係ないところで買ったんだけど、よいしょ。箱。箱でーすみたいなね。なんでこんなさ、変ないかつい箱を買ったのかっていう話なんだけどね。何を入れたかったかというとね、例えば、コード。ね。え、コードどうしてます？ね。いや、俺山ほどコードあんだよね。なんだろう、HDMI のケーブルとかさ、ちょっとケーブル類えぐくないと思って。ね。で、かといって、なんかちょっと捨てんのもなって思うじゃないですか、こういうのって。わかる？いや、まあ捨ててもいいのかもしれないんだけどさ、ね。どうせ使うときに新しいもの買うわけだからさ。で、こういうのをさ、ボンってまとめて入れておけば、なんかいざってときに、使えるかなと思って。ね。こういうコードがね、新しいさ、なんか買ったりしたらさ、コードってまあついてくるわけじゃない。いや、今回変な話、GoPro 買ったらまたついてきたよ。ね、コードがね。コードまた増えたわけだよね。もう線だらけになるよね。いや、早く、いや、変な話さ、もう、機械の線、どんどん減ってほしいなって思ってて。その、モニターとかもさ、今さ、パソコンと HDMI とか何かしらのケーブルプラス、電源ケーブルがあるわけじゃない。ね。だから早くその HDMI のケーブルだけでこいつに電気が供給されるようになってくれねえかなと。あ、なんだっけ、 USB Type-C だっけ、あれがなんか電気も送れるんだっけ、そんな感じだったっけ。そんなような気がしてたような気がするので、早くそうなってくれねえかなって心から願うばかりです。あ、ダメだな、これ輪ゴム必要だな、これ輪ゴムがねえと。よいしょ。いや、これもね、本当は輪ゴムじゃない方がいいと思うんだよ。これだよ。本当は輪ゴムじゃなくて、なんかのバンドがいいと思うんだけど、なんかケーブルをまとめるバンド、結束バンドじゃちょっとでもあれだよね。いざ使うってめんどくさいからね。そういうのをね、買っておかないとダメだね。すっげえ短い。これなんだよ、これ。何のやつだよ、これ。これ HDMI、これ何の HDMI かわかんないんだよね。こんなのがあるの。いや、今度さ、スクリーンがさ、ロールするさ、テレビとか出るんでしょ。小さい筒だけになっててさ、テレビ使うときだとさ、その筒からウィーンってスクリーンが出てくる。そういうのあるんでしょ。これ、俺何言ってるか伝わってる人いる ?CES2019 っていうのがちょっと前にやってたよね。CES っていうのは、コンシューマーエレクトロニクスショー。そこで LG エレクトロニクスが巻き取り式の有機 EL テレビみたいなのをね、発表してましたよね。まあでも結構なサイズ感がある。でもかっこいいよね。まあ、とかいうね、話をしていたら、まず完了と、箱の中にコードをね、
ある程度まとめましたということで、これまあどっかにその辺にポンと置いといてさ、棚とかにでもいいから置いといて、いざ必要な時に引っ張り出してくるみたいなことができるなと思って、こういう箱を買ってきたよと。ね、いささかうるさい箱だなとはちょっと思ったんだけど、なんかそれっぽい雰囲気のある箱があるといいなと思って、まあ、なんかいいかなと思って買いましたと、こういうそんなことです。さあとかやってたら、多分 GoPro とかさ、よいしょ、結構その充電されたんじゃないのこれね。なんかね、ちょっとあの 22% ぐらいになったんで、ちょっとね、細かい設定とか置いといて、一旦ちょっとこれ撮ってみようかな、ね、さっきのカッパとその猫の和菓子をね買いました。こうです。どうでしょうかね、ちゃんと撮れてんのかな。 GoPro はね、画質もいいし音質もいいらしいんだよね。で、先ほどお見せしたブローチなんかもこうやってね映せますわ。これいいんじゃないかな、こうやって簡単に撮れるのすげえ楽かも。はい、というわけでなんとなくそんな感じです。まあ一番のねメインは、まあ、GoPro 買ったから、まあ、ちょっと今後ね動画ねの幅がちょっと広がるかもしれないよっていう、ね、かもしれない、あくまでもねまだわからない。先日さ、ツイッターで、まあ、どんな動画見たいですかって皆さんにねお伺いしたところ、北海道ぶらりする動画とか、まあ、僕たまにやるんだけど、ああいうのをまた作ってほしいっていう声もあったり、あと料理をする動画、ね、料理系 YouTuber じゃないんだけどね、料理系 YouTuber じゃないんだけど、料理しながらダラダラ喋る動画っていうのは、まあ、よかったみたいな声がいくつかあったりして、まあね、そんな動画作っても再生数つかないっていうのはすげえ分かってんだけど、分かってんだけど、まあご要望があるならやってみてもいいかなっていう。で、これがあるとね、しつこいようだけどこれがあるとまあいいとね、ぶらりするのにね、あのでかいカメラ、まあ、GH4 はそんなにでかいカメラとは言わないのかもしれないけど、僕はレンズもそんなにでかいのつけてるわけじゃないからね、ああいうの持ってさ、あ、撮りに行くのも結構大変だったりするんだけど、これが終わるんだったらいいよ ね。いや、じゃあ携帯のカメラでもいいんじゃないっていう話もあるんだけど、なんかね携帯のカメラはね使いにくい、やっぱりこれの方がはるかに使いやすいでしょうね。はるかにね。これ持って歩いてたら怪しいけどね、これね。すいませんとか言ってね。近寄りたくないよね。ということで、まあ、そんな感じで、ダラダラと喋った時間でした。ご視聴ありがとうございました。今日はこれだけだよ。ね、特に何も、びっくりするようなオチもないし、なんかもうね、さっきから携帯がブー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 ね、鳴ってんだよね。うるさいから。もう今日はこれで終わり。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねん。バイバイ。